それでは皆さんおはようございます。帝国になりましたので、ただいまから原発事故収束対策 PT 第71回目の総会を開きたいと思います。本日は第1回として国内の原子力発電所のカルテについて保安よりヒアリングをさせていただきたいと思います。第1回目ということは全国やりますので、北海道、東北、関東ブロックについてのヒアリングということでございます。保安委員から黒木審議官はじめ関係者にご出席をいただいております。それではまず荒井座長からご挨拶いただきたいと思います。おはようございます。今日こういう時に、集まってきていただける方はよほど原発に熱心な方だということで敬意を表したいと思います。これはかねてから、ファインの方にですね、原子力規制法の先般成立させた原子力規制法の中でバックフィットの話を盛り込みました。でその一連でバックフィットの関連で活断層の問題について先般、政府が直接調査をするべきだという提案をいたしまして、それは今政庁の方で関係部局と揉んでいるところでございますが、その趣旨としては了解をするということが得られております。文案については関係部門会議もあるので、そこで検討するということになりましたのでご報告をいたします。でその活断層以外にもですね、一つ一つの原子炉について今どういう状態なのかということについてカルテを作って、でそれをですね、少なくとも地元選出の国会議員やあるいは原子力原発に関心をお持ちの方々はですね、このカルテを見ればこの原子力発電所が今どういう状態になっているのかということが明らかになるような、そういうものを作ろうということを意図してございます。全部で3回にわたってこのカルテ作りについて皆様に保安委員から説明をしていただいて、その中の疑問点を明らかにしていくというそういうプロセスを取りたいと思います。したがってこの説明の後ですね、ぜひ皆様方からこの原発についてはですね、私がずっと関心を持ちますということを言っていただければですね、そういう形で、その方にずっとフォローしていくようなそういう体制を、民主党として取っていければなということを意図して、ございますので、どうぞよろしくお願いをいたします。それでは今日は保安委員の方から説明をお伺いすることにいたします。それではメディアの皆さんにもこのまま本日は在室いていただいて結構ですので、どうぞ引き続きお願い申し上げます。それじゃあ黒木審議官、説明お願いします。はい、保安院審議官の黒木でございます。本日は先ほどお話がございました我が国の原子力発電所の主要な項目についてですね、取りまとめたもの、これを別語説明したいと思います。初回は北海道東北関東ブロックということで、本日17原子力発電所が運転中でございますが、その17のサイトのうち最初に北海道泊発電所、それから東北電力東通発電所、同じく東北電力女川発電所、日本原電東海第二発電所、この4つの発電所について資料を取りまとめさせていただきました。お手元の資料に基づきまして、順にご説明をいたしたいと思います。最初に北海道泊発電所でございます。設置場所は北海道泊村ということで135万平方メーターということでございます。ちょっと3枚ほどめくっていただきまして、4ページにですね、敷地の状況等が書いてございます。泊発電所、これは積丹半島の南の根元の方にこの同志園の真ん中のところでございますが、発電所が設置されているということでございます。次の5ページの方に平面図
が記載されております。あの 左側が北側でございます。あの日本海に面しまして、北の方から1号機